8月3日火曜日、大安中学校で日置康いなべ市長が柔道部の部員を激励しました。これは第43回東海中学校総合体育大会と第52回全国中学校柔道大会の出場を決めた選手を応援するもので、まずは選手の皆さんから意気込みが聞かれました。自分の実力を出し切って優勝してくるや、先生方や家族に恩返しできるよう頑張り、3年生なので優秀の美を飾りたい、そして全国大会では1試合でも多く試合をしてくるのが目標という男子部員からの力強い言葉が聞かれました。さらにこれまでの成果をすべて出し切り、最後の大会を悔いのないものにするという思いや、試合では1勝でも多く勝てるよう頑張ってきた練習の成果を出す、このほか団体戦では自分の役目をしっかり果たすなどの決意が述べられました。そして個人戦では今まで練習してきたことをしっかり出して、大安中学校柔道部は7月の総員大会の団体戦では男子女子ともに優勝、また三重県大会では女子が団体戦で準優勝、個人戦ではひまわり和馬さんと小林結衣さん、小林瑠衣さん、松本美優さんが優勝、加藤カムイさんと佐藤俊也さんが準優勝を果たしています。皆さん、持てる力を一生懸命頑張っていただいて、で市民挙げてまた応援しますので、皆さん頑張っていただきたいと思います。この日、柔道部顧問の清水翔先生は、みんな厳しい練習にも耐えています、1試合ごとに気合を入れてベストを尽くして挑んでほしいですと話していました。なお、東海大会では松本美優さんが準優勝に輝きました。おめでとうございます。